んにちは、こんばんは、サレノです。最近この旅 YouTube の更新を頑張っているんですけど、本業とどうやって両立しているのとか、そもそも旅動画ってどうやって作っているのとか、動画の作り方についても質問をもらえるようになってきました。まあね、私はずっと文章を書いて生きてきた人間だし、動画はおろか写真すらプライベートでほぼ撮らないという、まだまだ伸びしろがあるレベルなんですが、そんな私でも旅をしながら動画を撮って旅の楽しさをみんなとシェアしていい場が作れているかなと思うので、今回は私が使っている編集ソフトや旅をしながら作り続けるために初心者なりに気をつけているポイントなどをお話しします。ちなみに機材に関しては、こちらの旅 YouTuber の機材ガジェットを紹介するという動画で語っているので、こちらを見てみてください。はい、ということで早速お話ししていきます。まずは動画編集ソフトについて。私が使っているのはこちらのフィモーラという動画編集ソフトです。始める前に編集ソフトはいろいろと検討したんですけど、フィモーラは無料の体験期間があったので、それを利用してみて、あ、なんかいいかもしれないと思って、そのまま使い続け今に至ります。1年以上使ってる今でさえ全く不満はありません。で、フィモーラの良かった点いろいろあるんですけど、何よりまずは永続ライセンスがあること。編集ソフトは月額課金制、つまり月々いくらとお金がかかるものが多い印象だったんですけど、フィモーラは買い切り、1回料金を支払うと、その後は特徴的なエフェクトとかフォントとかを追加購入しない限り料金が発生しないんです。一応月額課金制のプランもあるにはあるんですけど、永続ライセンスと大差ありません。というのも、そもそも永続ライセンスが編集ソフトにしては結構安くて、この動画を撮影時点で見てみたら11,979円、すごく初心者に優しいというか手の出しやすい価格帯ですよね。またテンプレートが多く、視覚的に操作もしやすくて、それっぽい動画を作れるというのも利点でした。編集ソフト自体にこんな感じでテロップだったりエフェクトだったりがもともと入っています。さらに公式サイトを見てみると、こんな感じで有料のエフェクトだったりフォントだったり効果みたいなのが販売されています。ただこの公式サイトに載っているやつは、私的にはちょっとダサ可愛さみもあるというか、いざ自分でダウンロードして使ってみると、デモ動画のようになんとなくおしゃれにならないんだよなみたいなことが相次いでいます。なんか元々入っていたやつだけでも十分シンプル可愛い感じになるけどなみたいな印象です。元々入っているやつ、追加購入しなかったやつでも、例えばこんなふわっと浮き出るとか、3分割してそれぞれ映像を流すとか、こんな風に画面を切り抜いてみるとか、こういうことは簡単にできます。一応本職の方であればあるほど、 Adobe のプレミアムプロやファイナルカットプロを使っている方が多いような印象は今でもあります。実際動画編集の技術がある方とか、これから動画編集を生業にするぞっていう方は、それらの方がぴったりなのかなとは思います。ただね、私みたいな初心者にはシンプルでもとにかくたくさん動画を世に出してみんなに見守ってもらいつつ日進月歩していくしかないよなっていう思いと、後々外注さんに編集をお願いすることになった時に話が噛み合うように一定の知識をつけることの方が優先度が高いかなと判断しました。なのでね、とにかく技術を身につける時間を削減して、サクッと一本ずつ動画を作っていけるフィモーラ、かなり私には相性が良かったなと今でも思っています。強いて言えばフィモーラを選ぶときに不安だったのは、他のソフトよりも利用者が少ないこと。動画編集ソフトに限らず、利用者が多いものを選べば選ぶほど情報を開示している方が多くなるので、わからないなってことがあったときにちょっと調べれば解決できるっていうことが増えるなって思っていたので、その点はね大丈夫かなって若干思っていたんですけど、フィモーラはね公式が頑張ってるんですよ。私が使い始めた当初はそこまででもなかったんですけど、もう今ではちょっとやりたい機能を検索すると、絶対にフィモーラの公式 YouTube か公式サイトが引っかかって、すごいわかりやすく手順を説明してくれているんです。いや、もうこんなに充実するとは思わなかったし、初心者はとても助かっています。編集ソフトをご紹介し終わったので、次は編集中の工夫です。まあ工夫というとかなり大それた表現なんですけど、まず大まかに私が動画を作る流れとしてはこの通りです。この中でどうしても時間がかかるものが、台本作りと動画撮影とカットでした。で、旅 Vlog に関しては、台本作りは旅の日程、文化的な場所に行った場合はその分の説明っていうのをどうしても入れたくなってしまうので、別でアフレコ用の台本作りというのが必要になるんですけど、まあ基本的には旅の日程ですよね。
で、撮影は旅の道中にします。これはね、最初は結構バタバタするんですけど、気合でやるしかありません。機材が整うとだいぶ楽になってくるので、まあ、こちらのね、機材紹介の動画を見てもらえたらいいなと思いつつ、まあそんなに特別なものは使ってないんですけど、そうなってくると時間が短縮できるのはカットだったんですよ。カットというのは、編集前の元動画にある息継ぎや言い間違え、必要のない無音の場所などを切ったり貼ったりしていい感じの状態にすることです。他の動画を見てもらえたら納得かもしれないんですけど、私の動画はだいぶカットをきつめにして情報量文章量が多くなるようにしています。息継ぎとかもできれば消したい派の人間なんですよね。なので実際編集中の動画を見てみるとこんな感じでかなり継ぎはぎカットだらけになっています。これをね、人の手でやるのがすごく時間がかかっていました。でもですね、最近はなんとフィモーラに無音検出と自動カット機能というのが搭載されたんですよ。 AI が無音の時間を判別してある程度のカットをしてくれるようになったんです。いや、絶対かは言い切れないけど、多分プレミアプロとかファイナルカットプロにもあるんじゃないのかな。ぜひね、まだ使ってないっていう方は調べてみてはどうかと思うんですけど、私はフィモーラでこの機能を使うようになってから毎回 3,4 時間ぐらいかかっていたカットの時間が、一旦 AI でざっくりカットをしてもらうのに15分ぐらい、そこから自分の目でちゃんと確認をして問題ないかどうか判別するので、だいたい合計1時間とか1時間半ぐらいでこのカット作業というのが終わるようになりました。3時間から4時間が1時間から1時間半に短縮だよ。すごくないですか？他にも AI を使っている工程で言うと、テロップの入力、基本的に私の動画は全テロップ入れられる時は入れられるようにしているんですけど、その際はこちらのブリューというソフトを使って音声認識システムにある程度入力してもらっています。このブリューもかなり便利で、もちろん音声認識なので私の滑舌が悪かったら聞き取ってもらえないし、 BGM とか効果音とかをつけてしまっているので完璧とは言い難いんですけど、それでも一言一句全て手入力でやっている時はだいぶ時間が削減できるようになりましたし、友達とかにこのブリュー良かったよってシェアするとみんなもいいよいいよって言ってたりとかするので結構おすすめです。ちなみにブリューは Windows でも Mac でも使えます。まあ、トドのつまり編集中の工夫というところでお伝えできる私の知識としては、まず AI に頼るというところなんですよ。いやさ、新しい機能とか、もしかしたらこれもっと楽にできる方法があるんじゃないのかなっていうポイントって、いざ調べるとなると結構腰が重いというか、いやだって今でも別に頑張ればできるしみたいな気持ちに私は結構なっちゃうんだけど、そこを食い止めて、ここで10分15分時間を使って調べたら、もしかしたら4時間かかっていた作業が1時間半になるかもしれないし、もっと効率的になるかもしれないと思って、新しい機能をどんどん使って改善していく、それがね本当に大事だなって自分に対して思うの。特に初心者というか伸びしろある勢はさ、スポンジじゃん。吸収力が効率化したいときはとにかく調べてやってみるというのが大事だなと思うところです。そんな感じで初心者でも簡単、旅行 Vlog 作りに使っているソフト、テロップ入力方法のご紹介をしました。まあね、動画作りってかなり手間がかかりますよね。だしさ、なんかハードル高くない？実際この旅 YouTube チャンネルで公開しているものは、私自身が編集しているものと一部他の方に編集だけをお願いしているものがあるんですが、どちらにしても全ての動画にかなりの手間と時間がかかっているので、見てもらえて面白がってもらえたら嬉しいし、そうでもなければへこむし、ただ個人的に動画はすごく挑戦してよかったなと思うものなので、ちょっとでもやりたいなって思っている方には一緒にやろうよって思うし、もし需要があればもうちょっと詳しい操作画面とか、そういうしっかりとした操作方法を載せたり、実際 YouTube に上げる場合はサムネイルとかタイトルとか英語字幕とか概要欄とか、他にも考えて作っているところがいろいろあるから、旅動画作る系の動画もね、まあ需要があれば作っていってもいいのかななんて思っています。ちなみに繰り返しになりますが、機材に関してはこちらの動画で語っていますので、ぜひこちらを見てみてください。ということでこの動画はここで終わりです。少しでも参考になったという方はグッドボタンやコメントなどで反応をもらえると励みになります。このチャンネルでは引き続き旅の Vlog やホテルのレビュー、お得に旅する情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。